皆さん、健康のために食事を我慢したりはしていませんか？決まった。はじめまして、私、ドクターハッシーと申します。今日はですね、ちょっとすごい本を見つけたので、皆さんにご紹介したいと思うんですよね。皆さん、この本なんですが、最強の血糖値の下げ方っていうね、20万人を診察して分かった。俺ね、この言葉に惹かれちゃったんですよ、今回。全部嘘です。ちょっと待って、何が嘘なんだって感じするじゃないですか。この本紹介するだけじゃ全然面白くないので、なんか案件っぽくなっちゃうので、案件じゃ全くありません。この本を使ってですね、皆さんに勉強していただきたいと。何を勉強してもらうかっていうとですね、皆さん多分健康のために食事いろいろ気をつけたりとかしてると思うんですよ。僕のチャンネル見てくれてる方は皆さん健康意識高かったりするので調べたり気をつけたりとかしてると思うんですけど、知識がなかったりとかすると無駄に全部我慢しなきゃいけないみたいな、健康イコール我慢みたいな、なんかそういう風潮になっちゃうじゃないですか。健康のために我慢する、我慢するためにつまらない人生になるみたいな、そういう流れちょっとあったりしませんか？これを正しい知識を得ることができれば、これ食べて大丈夫、これ食べちゃダメだな、こういう正しい判断ができるようになるということで、この本を使わせていただきながら皆さんに正しい知識をつけてもらいたいと、そういう思いで動画を撮っております。今日の話の流れは、今のが初めにですね、第1章、第2章、第3章、第4章、第5章って普通の流れですね。ちょっと軽く読ませていただきますか。全ての病気と老化は高血糖からとかですね、糖質を取らされすぎてるよ私たちみたいなんですね、こういう感じでこうお話しさせていただきます。動画ならではの僕の解説を入れながらね、この本もしね皆さん買うのであれば読みやすくなるような、この本すでに持っている方はますますこの本好きになるような、そしてこの本買う気全くありませんって方にも少しね勉強になるように今回の動画撮らせていただきたいと思います。どういう風にするかっていうと、ちょっと見てください。赤くしました、ここ。これ知ってるとめっちゃ読みやすくなるよ。読まなくても大丈夫、読まなくても大丈夫って言っちゃいけねえんだこれこれ知ってればいろんなことに応用できますよみたいなね、そういう話をね赤文字にしました。赤文字をね説明させていただきながらね、この本噛み砕きつつ勉強しつつっていう感じで楽しくやっていきたいと思います。さて、それでは早速いってみましょう。最強の血糖値の下げ方第1章、全ての病気と老化は高血糖から始まる。はい、皆さん、第1章。言い切ったね、すごいね、すべてのとか。皆さん、いいですか？本読むときは、すべてのとか、絶対とか、99.9%、100% とか、そういう言葉に騙されてはいけませんよ。それをね、ちょっと見た瞬間にですよ、これ怪しいぞってちょっと思っちゃった方がいいです。僕も実際そう思ってですね、あれ、もしかして、牧田先生ということでですね、僕全く面識ありません。この動画をもし、牧田先生見られたときに多分失礼な野郎だなって思うと思いますが、堂々と話させていただきます。本を読むとき、絶対皆さんに見て欲しいポイントが3つあります。1つ目はですね、最初のところの目次ってやつですね。この目次に自分が欲しい情報が書いてあるかどうか、タイトルとか、これはですね、僕もですね本3冊出してるんですけど、この本たちですね、実はちょっと裏の話をすると、全部ですね出版社さんがタイトルつけてます。なので出版社さんがこういう風にやったら売れるだろうと、本だって売れなきゃいけないので、なのでこの名前、著者さんの気持ち全く関係ないこともあります。出版社さんが売りたいと思ってるからそういう過激なタイトルになっちゃったりすることもあるけど、こういうちょっとね裏事情とかも話させてもらいながらね。さらにですね、もう一つ見てほしいポイント、著者さんのプロフィールってやつですね。牧田クリニック院長、院長先生ですね。ちょっと書いておきました。開業してますよってね。開業してるってどういうことかというと、独立して自分の責任で患者さんを見てますよって、だからすごいちょっと本気みたいな、そんな感じのイメージ持ってもらって大丈夫です。糖尿病の専門医、専門医の資格も持ってますね。素晴らしいですね。糖尿病の専門医ってことは、あ、この先生は専門医の資格も持ってるし、きちんと勉強されて症例も経験されて、あ、そういうすごい先生なんだなって思ってください。そして医学博士、あ、素晴らしいですね。大学院を卒業して、そして修士課程なんちゃらなんちゃら、もうめちゃくちゃすごいって分かりますよね。1979年、北海道大学医学部卒業、あ、北海道大学医学部、天才です、ありがとうございます。ニューヨークのロックフェラー大学異性化学講座などで、なんかすごそうですね。糖尿病合併症の原因として注目されている AG の研究を約5年間行うと。そして2003年より糖尿病をはじめとする生活習慣病、肥満治療のための AG 牧田クリニックを東京銀座で開業し、銀座で開業、シャレオツですね。バックグラウンドがあるよということですね。糖尿病について、まあずっと研究されたりとか診療されたりとか、糖尿病に関しての専門医権威なんだなっていうところを把握した上でこの本を読んでもらうといいかもしれませんね。本読むときはですね、バックグラウンドが分かってると言いたいことが見えてきたりとかします。確かにタイトルで目引かれるのもありなんですけど、さっき言った目次の部分ですねとプロフィールの部分ですね、この部分を見た後に中身を見てもらうというのがいいと思います。僕の場合はですね、年間で300冊ぐらい本読むんですけど、めちゃくちゃ読むの早いんですよ。読むの早いし、面白い本あったら紹介したいなと思ってしまったので、こういう風に動画撮ってるんですけど、このですね中にですね、絶対にもう一個見てもらいたいポイントっていうのがあって、
っていつもスーパー速読するときにはですね、ここから見るよっていうのが目次、プロフィール、そして終わりにの部分です。終わりに読むとですね、著者さんが何を伝えたかったのか、本だけじゃ伝えられなかったことを終わりにに入れたりします。なので終わりににすごい大切なことが書いてあったりとかするので、終わりにを見てこういう話をしたいんだって思ったのが分かってから、こういうふうに第1章か第5章を読んだりとかすると、こういう結論なんだよね、あほらね、あこういう結論なんだよね、ほらねって速読ができるようになりますよと。これ速読術ですね。皆さんにも参考にしていただければなと思います。第1章ですね、全ての病気と老化を高血糖から。ちなみに医学とか人間の体勉強するときに難しいな、壁になるなっていうのは大体専門用語です。どんな業界でも絶対に、あーここ読みにくいな、難しいなって思ったときには専門用語が邪魔してることはたくさんあります。なのでこの専門用語を自分の中で理解できると、それが使えるようになったり、それが使われている文章は読みやすくなったりします。なので今回はですね、ちょっと難しい言葉ですね、老化っていう言葉だったりとか高血糖っていう言葉だったりとか、キーワードをねちょっと突き詰めながら皆さんに知識を得てもらいたいなと思います。さあ皆さん、高血糖イメージ湧きますか？僕が医学部入りたての時はやっぱりイメージ湧かなかったですし、医者になってから血糖値測るようになって、治療するようになって、高血糖ってものがですねものすごくイメージ湧くようになったんですけど、わからない言葉があったらまず書いてみます。待ってくださいね。はい、書いてみました。書いてみるとわかりますね。ポイントがですねありますね。高血糖、まあまんまじゃねえかって思うかもしれないですけど、わかんない言葉があったら分解するっていうのがすごいわかりやすい方法です。これ高いですよね。高い、何がって、これはい、血の中の糖分ですよね。ということで、高いぜ血の中の糖分が、ああなるほどと、高血糖って血の中の糖分が高いって、そういうことを言ってるのかもしれないなって少し予測ができます。実際にそれが正解です。ちょっと体の仕組みをね、書いていきたいと思います。これが人間であることを認めていただいて、まず皆さん、ご飯食べますよね。皆さんどこからご飯食べますか？はい、そうですよね、口からご飯食べますよね。口の中にご飯入れて噛み砕きますよね。そうすると口の中でバラバラになります。そしてその後ごっくんって皆さん飲み込みますよね。ここの見えなくなった部分からイメージ湧きにくくなると思うので、ちょっと書いていきましょう。この喉の部分ですね、喉の部分通り過ぎると、ここなんとかっていう部分通ります。皆さんなんていう部分かご存知ですか？はい、そうですね、これ食道って言いますね。食道ですね、食べ物の道、食道。あ、本当にバラバラにするとちょっと分かりやすいじゃねえかって。ちなみにですね、これはですね解剖学っていう学問になります。人間の体をバラバラにしたらどうなるか、解剖したらどうなるか、それが解剖学ってやつですね。ごっくんって飲み込みます。で、ここ通りますよっつって、で通りますよとかっていうのを分かりやすく言うと、これ生理学っていう学問になったりするんですね。人間の体勉強するときは何かの学問の名前がついてたりとかするんですけど、そういう言葉も慣れていくとですね、徐々に専門用語に慣れていって、本とか読みやすくなってくるんでね、どんどん噛み砕いていきましょう。ごっくんしました。で、これ食堂通って、次の場所は何ていう場所か皆さんご存知ですよね。はい、ありがとうございます。いいですね。はい、そしてですね、胃を通ったら今度どこに行くか皆さんご存知ですか？はい、そうですね、腸に行くんですね。胃の後に腸ですね。腸にもですね、小腸とか大腸とかいろんなことあるんですけど、今回はそこまで行かなくていいです。いいだっすって、小腸っていうところに行きます。こういう風にですね、ご飯ってここで噛み砕いてバラバラにして、食道でギュッギュッギュッ、食道ってもう本当にこんな細さです。ギュッギュッってこうやってグネグネグネって言って、これご飯潰されてですね、でさらに胃の中に入ります。胃はですね、筋肉の塊です。ここでもうめちゃくちゃぐじ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 されます。しかもここでは胃酸っていう酸が出てくるので、酸と混ぜ合わされて化学的にもバラバラにされます。人間の体ってそういう風にバラバラにしていくんですね。どんどんバラバラにして、どうしてそんなにバラバラにするの？理由は簡単です。吸収しやすくするためですね。腸で吸収されるようになるわけですね。なのでちょっとそれ絵描いてみますよ。いきますよ。これご飯があります。ご飯をここで歯でガガガガガって噛みます。ちょっとバラバラになります。これがまた通っていきます。こうやってね、でってぐじゅぐじゅってなって、ぐちゃぐちゃぐちゃってなって、で本当にバラバラになってって、トン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 って、こんぐらいバラバラになる感じですね。それがこの腸っていうところでこう吸収されます。ちなみに吸収って言ったんですけど、ここの部分ってそうなんですよ、ここ空洞なんですよ。口の中ってなんかあるように見えて空洞なんですね。なのでここの部分はある意味人間の体の中なんだけど、体の外なんですね。ご飯どんどん通っていって、これでこういう風にいって、こうやってなっていくよと。ここで吸収されて初めて人間の体になるわけですね。ここ空洞なんで、ここの部分は人間の体の外なんですよ。だからこうやって吸収されて人間の体の一部になりますよと。吸収って言ったんですけど、吸収されてどこ行くのって、皆さんどこ行くと思いますか？この腸の周りにはですね、実はめちゃくちゃたくさんのですね血管があるんですね。この血管の中には何が流れてるか皆さんご存知ですか？そうですよね、血液ですよね。なので血液の中に溶けていくわけなんですよ。ここまでなんか話長えなって思ったかもしれないんですけど、さっきの言葉戻りましょう。高血糖、これ何でしたっけ？高い血液の中の糖分が、そういうことと。こうやって血管があります。でこの中血液がビビビビ流れてます。でさっき腸で吸収された栄養素たち、食べ物たちがこうやって入ってきて、それで
血液の中を流れますよと。でその栄養分がもし糖だったら、例えばご飯とかだったらご飯がバラバラになった糖分がこうやって入ってきて、で血管の中にたくさん入って、それが血液の中で流れていきますよ。その量が多いと高くなっちゃいますよ。ということで高血糖っていうのはどういう状態かっていうと、皆さんちょっと自分の言葉でまとめてみてください。高血糖とは、はい、そうですね、血液の中の糖分が高い状態、これを高血糖の状態だよというわけであります。さてちょっと宣伝挟んでおきましょう。ここまでで、あ、なるほどと、バラバラにしたらいいんだなとか、本の読み方だったりとか、あ、なるほど、こういう風に医学用語って学ぶの大事だなとか、普段から健康意識高められるぞこのチャンネルと思っていただいた方はですね、ぜひドクターハッシーのチャンネル登録と高評価のボタンをどうぞよろしくお願いします。この動画勉強になるなと思っていただいた方が多ければ多いほど、チャンネル登録高評価してくれた方が多ければ多いほど、どんどんこの動画が拡散されるようになります。拡散されるようになると、それだけ健康意識高めなきゃなって思っていただける方、健康診断普段から受けなきゃいけないなと思っていただける方が増えます。なので皆さんの力でもしよければこの動画伸ばしていただけたら嬉しいなと思います。最後にですね、すごい大切な話でまとめたいと思います。この話がしたくてこの動画撮ってます。僕もすごい早口だったり、この感じがちょっと気に食わないなって思う方いると思うんですけど、ごめんなさい、我慢してくださいここまで話した上で、ちょっとこの本ですね、本当にってお前が言ってること適当じゃない、大丈夫っていうことで、このね、牧田先生ですね、牧教授が言ってることをですね、ちょっと読んでみましょう。目次が大事って言いましたね。はい、面白いですよこれ。元気長生きできるかどうかは血糖値で決まる、なんてこんな風に書かれちゃっててですね、実は元気に100歳を迎えられるかどうかは70歳くらいまでの過ごし方によってほぼ決まってしまいます。もっと具体的に述べるなら、血糖値がどういう状態であったかによって決まってしまいます。言いますね、血糖値。血糖値って言葉たくさん使われれば使われるほど、これですね、人間の体の中でどういう風になってるかっていうのが分かれば、先生は血糖値を大切にしてるんだなっていうのがイメージ湧きやすいと思うんですよ。見てくださいこれ、え、月で書いてありますね、もっと糖質が食べたいって、糖質中毒とかですね、ほらちゃんとご飯食べてるじゃないですか。ほら言ってること一緒なんですよ。この絵ほら見てください、この絵とこの絵どっちの方が真面目そうですか。でもやっぱりちょっと血糖値自体があまりに常識的な言葉だっていうところもあるのかもしれませんね。あんまり血糖値って言葉について深く触れてはいないので、この動画見た後にね、この本読んでいただけると嬉しいかもしれないですね。さてちょっと恐ろしい目次を見つけてしまったんで読んでみましょう。健康診断では正常でも高血糖病は進行していると。ちょっと前提を話しますとですね、先生はですね、糖尿病がやばいんじゃない、それよりも高血糖がやばいんだ、そういう風に書いてあります。高血糖がやばいんだって、何高血糖って、はい、さっきの言葉です。血管の中に流れる血液の中に含まれる糖分の値が高い状態が続いていることがやばいんだと。糖尿病っていうもの自体がやばいんじゃなくて、高血糖の状態が続いていることがやばいんだ。これ実はですね、僕も患者さんによく言ってるんですよね。糖尿病になったから私人生終わりだ、俺人生終わりだ、そうじゃないんですよ。糖尿病になってもコントロールができていれば、その後に引き起こされる合併症にならなければ、コントロールができていれば全然普通に生活ができるものなんですね。それよりも高血糖の状態が長く続いてることの方がやばいと。高血糖の状態が長く続いてると、なんでやばいのかっていうと、糖分って実はものすごいパワーがあったりするんですね。なんだって人間の体にとってエネルギーになるものなので、ものすごいパワーがあるんですよ。ただそのパワーが体の中にあり続けたら、そのパワーがあるものが人間の体自体も攻撃してきちゃう。なんかイメージ湧きますかね。エネルギーが強すぎると、そのエネルギーがそれを滅ぼしてしまう、そういうもんなんですね。なので実は糖分にも心があんじゃないかぐらいですね、人間の体に入りたがってきて攻撃をしてくるわけなんでございますね。ちょっと怖いですね。まあそういう抽象的な表現は僕は嫌いなので、それよりも高血糖の状態が長く続いていることの方が危ないということになります。なんで高血糖、この血糖が高い状態が人間の体をね攻撃してしまうのか、それが分かったら、はっきり言って全部分かったようなもんなので、それが分かったら、なんでこの高血糖が病気と老化につながるのか、そしたらじゃあどうやったら下げられるのかとかですね、原因が分かるわけなんで、そしたらどういう風に病気を防げるのか、もうだって原因の話をしてるわけで、原因が分かれば全部治療法もあれも全部分かるよね。本質の部分を今話してるんで、ちょっと話最初長いんですよ。でも後で一気にガーって分かるよって、そういう話なんでね、楽しんで聞いてください。血管引きちぎって見たことある方いらっしゃいますか？結構怖いこと言いましたね。実際に医学部に入るとですね、血管本当に引きちぎって見たりします。動物から血管引っ張ってきて、それズバッと切ってみて、それをこういう風に顕微鏡で覗いてみて、どういう断面になってるのかな、それをですね、組織学っていう学問なんですけど、ズバズバ切って見てみたりとかするんですね。その時にすごいことに気づくんですよ。血管って管だっていうぐらいなんだから、こういうストローみたいな筒なんじゃねえかって思うと思うんですよ。で実際俺もそう思ってました。でもですね、実はそうじゃないんですよ。血管って管なんですけど、こういう風に繋がってるのが血管なんですよ。でこういう風に繋がってるって今言ったんですけど、お前誰だよじゃあみたいな、こいつがいわゆる血管の細胞だったりするんですね。人間の体って全部細胞なんですね。ブチッとちぎってみても細胞です。この細胞ちゃんが細胞ちゃんと手をこうやって繋いでるから管になってる。
実はこの細胞がずっと体中、人間の体の中全部いて、それで血管っていうのができてるんですよ。それを絵に描いてみます。こんな感じになってるんですね。細胞ちゃんがさっきみたいに手を取り合って、それでこうやってつながってて管になってて、その中を血液が流れられる。これが血管血液の仕組みなんですね。この一個一個、こいつの名前を血管内皮細胞って言うんですね。この血管内皮細胞がブーワーつながって血管を作っている。あー、本当に人間の体って管まで細胞でできてるんだ。細胞って書いて棒っていうなんか袋みたいなんですね。あ、袋になってますね。細胞って、そういう風に覚えてもらえれば OK です。さて、ここからちょっと気持ち悪い話をしますよ。さっきですね、ご飯食べてバラバラになって、こういう風につぶつぶになったやつがこうやって血管の中に吸収されましたよっていう話をしました。なので絵に描くとこういうイメージですね。こういう風に人間の体の中を糖分がですね、ずっとずっと流れ続けて、いろんなところで栄養に使われるわけですね。脳を動かすためには糖分が必要です。手足こうやって動かすためにも糖分が必要です。何やるにしても人間って絶対に糖分が必要です。なぜならこの一個一個の細胞たちが糖分を使ってエネルギーとして、利用しているからなわけですね。なので体中に糖分が行く仕組みになってるんですよ。ただですよ、この糖分が多ければ多いほど人間の体を攻撃してしまう。糖分って本当にイメージ砂糖です。お砂糖です。コップ一杯の水の中に砂糖ブワーって入れるじゃないですか。全部溶けてくれるんだったらまだ、まあ、よくはないけどいいんですよ。あのジャリジャリなイメージ全然溶けなくなってくるんですよ。なんで溶けないと中で砂糖が浮いてるような状態、あのジャリジャリが浮いてるようなイメージを持ってもらえると OK です。ジャリジャリ浮いてると何が起きるかというと、この血管の壁にジャリジャリがぶつかりますよね。そうするとここにバーンって、本当だ、砂糖が人攻撃してるって思うじゃないですか。このイメージです。このイメージ超大事です。血液の中をガンガンガン流れる砂糖がバン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 攻撃していくわけですよ。いろんなとこ攻撃していきます。細い血管がすっごいこうやってダメージ受けまくるわけなんですよ。っていうのがこの高血糖の恐ろしいことです。高血糖になると血液の中の糖がすごい多い、だからたくさん攻撃しちゃうよね、なるほどね、というわけです。ちなみにジャリジャリが攻撃してるイメージはですね、物理的な攻撃です。物理的にバシ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 ってこう砂糖が血管を攻撃してしまうよ。血管は体中にあるから体中を攻撃してしまっているよ。もう一つ言うとですね、この糖分、砂糖水に例えば指突っ込むじゃないですか。すっげえ甘ったるいジュースとかあるじゃないですか。あれに手突っ込むじゃないですか。その後どうですって、なんかベタベタすんだみたいな感じあるじゃないですか。こいつらにもペタってこうやってくっついたりとかしてベタベタになるんですよ、血管の中も。そうするとこれどうなるかっていうと、当然この細胞も攻撃をされてしまうと、ダメージを受けてしまいます。細かいことを言うとですね、血液中には白血球ですね、マクロファージとかって言ったりもするんですけど、まあ白血球と覚えておいてください。この白血球もまた血液中をどんどん流れまくる細胞のうちの一つですね。この白血球がこうやって傷ついた場所を、これ傷ついてんじゃんっていうか、もう悪いやつじゃね、じゃあ食っちまえっていうことですね。難しいんですけど、異物として認識してバクバク食べます。で食べてこれよっこいしょって、まあ本当にこういう感じですね。バクッと食べてそれで飲み込みます。これ飲み込んだ後にどうなるかっていうと、こいつまたいろんな化学物質出してですね、白血球どんどんおいでってやったりとかするんですよ。でそうするとこれうわーって言って、もう炎が燃え上がってるみたいになります。炎が盛り上がってる、燃え上がってるような状態のことを皆さんなんていうかご存知ですか。はい、炎と書いて炎症って言うんですね。炎症を起こします。そうするとぐちゃぐちゃになります。そしてその後にちょっと難しい言葉なんですけど、繊維芽細胞ってちょっと硬い細胞がこうやってあってですね、こいつが増殖してですね、ここをですね、よっこいしょって言ってこういう感じにするんですね。これで固めて修復するんですね。固めてなんか聞いたことあるぞ。これ何て言うかっていうと硬化って言うんですね。固めてのことを硬化、聞いたことある。はい、皆さん何ていう言葉想像しましたか。はい、ありがとうございます。これが動脈硬化ってやつなんですね。こうやって動脈硬化を起こしてるわけなんですよ。ちなみにさっきは砂糖水がベタってなって気持ち悪いなって、白血球がよいしょってやってわーって炎症を起こして動脈硬化になりましたよという話をしたわけなんですが、さっき物理的な刺激でこうやってダメージも受けるよって言いましたよね。この物理的な刺激でも白血球は、あ、壊れてるぞ、血管内細胞壊れてるぞ、よしって言って向かって食べて炎症を起こして、ここでもこれ実は起こしてるんですね。なのでやっぱり高血糖の状態が続くといろんな血管がどうなってしまうか、はい、これ動脈硬化につながってしまうということなわけですね。ちなみにこれは物理的な攻撃で、こっちは化学的な、攻撃ですね。こういう風にね、結構いろんな話をするので、あれなんかもうちょっと疲れんなこのチャンネルと思うかもしれないですけど、情報量がめちゃくちゃ多いチャンネルなんです。そういう意味ではただの健康について話すだけじゃなくて、医療の歴史だったり本の読み方だったりいろんな話をします。なので皆さんにはね、ちょっとテレビをつけてるような感覚でね、見てもらえればなと思います。どんな話が嬉しかったよとかですね、この話勉強になったよっていうのを思ったことがある方はですね、
ぜひコメント欄のところにですね、いろいろ書き込んでもらいたいですね。それ見ながら、あ、なるほど、こういう話をした方が皆さん喜んでくれるんだなとかですね、思ったらそういう話をたくさんするようにするんで、ちょっと皆さんにはですね、ぜひコメント欄にもたくさん書いてもらいたいなと思います。忘れないうちにそのコメントにどういう返事が来てるかなとか、僕も時々返事したりとかするので、そういうのを見るためにもですね、ぜひ下のところのチャンネル登録というボタンがありますんで、チャンネル登録のボタンと高評価のボタンもどうぞよろしくお願いします。で、なぜこの話をしたのかと言いますと、もう一回言いますよ。高血糖の状態はものすごく血管を傷つけてしまう、動脈硬化にしてしまう。血管はどこにあるんでしたっけ？そうなんですよ、本当に体中にあるんですよ。マジでこの血管体中にあるわけなんですよ。だから高血糖は体中を攻撃してしまうよ。それさらに極論言うとどうなるかっていうと、全ての病気と老化は高血糖から、全ての病気と老化ともう言い切っちゃった。血管がボロボロであればあるほど体中がどんどんもう全部体中血管なので、それがボロボロってことはそこから栄養がいかなかったりとか栄養が届かなかったりしちゃうということなので、この全ての病気と老化は高血糖からだよというふうに、目次が書いてあるんだなって推測した上で読むので、読むのめっちゃ早いんですよ。こういう感じですね、速読っていうのも。なのでもうちょっと言うとですね、高血糖の状態で動脈硬化が進むとこうやって盛り上がるじゃないですか。そうすると血液どうですこれ、流れにくくなりますよね。これ血液流れにくくなったらこの先に栄養がいかなくなっちゃいますよね。ってことはその先が下手すると細胞がたくさん死んじゃうかもしれない。再生しにくいということは、例えばお肌がボロボロになっても若い時は大丈夫でした、ですが最近ガサガサ治りにくいな、あ、なるほど、これ老化にもつながっちゃうってイメージ湧きますか。皮膚の下にもですね、こうやって押すとここの部分だけちょっと白くなったりとかするじゃないですか。これ何かっていうと、ここに血管がたくさんあって指で押したらその部分血液流れないからパッてやった瞬間はちょっと白くなってるよ、そういうことなんですよ。体中は全部血管血液流れているからこそ、もし高血糖が動脈硬化につながり、動脈硬化で血液の流れが悪くなったら老化にもつながってしまいますよ。あ、美容の話までしだしたぞこいつみたいなね。でもですね、じゃあ高血糖ってどうやったら気をつけられるのって皆さん思うじゃないですか。もう実は答え話してるんですよ。これが僕のチャンネルの面白いところです。全ての原因誰でした？この顔じゃないですよ。全ての原因はこいつじゃないですか。こいつがこうやって入ってこういう風になって、こういう風になって、こうやってたたたたたたた、こいつなんですよ。じゃあこいつ気をつけましょうぜっていう話が、マッキー教授来たよ。言いますよ、ちょっと読みますよ。食品業界の思惑も絡み、血糖値上がる食べ物が増えている。高血糖とは書いて字のごとく血糖値が高いこと、血液中のブドウ糖が多くなりすぎた状態を指します。ブドウ糖っていう言葉が出てきました。これの緑のブツブツのことですね。これブドウ糖、グルコースとかって言ったりしますね。本来健康な方の血液にはちょうどいい濃度のブドウ糖が存在し、それによって健康は保たれたり元気に活動できたりしています。しかし現代人の多くは血中ブドウ糖濃度が高すぎる状態、すなわち高血糖に傾きがちです。この話も全部したんで、今の言葉そんなもう同じこと繰り返すなよって思った方は、多分僕の、さっきの話ですね、これ全部病態整理って言うんですけど、病気の病、これ状態の体、これ整理、整理ってですね、生物の中の理科って書きますね。人間の中の体の仕組みだと思ってください。その病気が体の中でどういうことを引き起こしてしまっているのか、病気というものが人間の体の中でどういう風になっているものなのか、それが病態整理ってやつですね。この病態整理をですね、医者は死ぬほど勉強します。医学部6年間プラス医者になってからもずっと勉強し続けますし、病態整理って本当に医療は日進月歩って言われるぐらいずっと変わり続けるんですね。新しい病気が見つかった時にはそれの病態整理はどうなっているのか、やっぱり医者はすぐに勉強したくなるし勉強するんですね。最新情報を取り入れなければ医療は続けられないんですね。こういう風にですね、皆さんにもですね、最新情報、正しい知識を学んでいただきながらですね、普段の生活をしていただけると、例えば自分が何かあった時に、あ、なるほどこういう風になってるんだって、無駄に不安になったりする必要もないですし、変な情報に振り回されたり変な医療を受ける必要もないです。正しい知識がなきゃですね、判断なんかできないですよ。なので自分の身は自分で守る、そういう時代になってきたということですね。それぐらい医療も専門分化してきたので、皆さんにもね、どんどん知識学んでもらいたいなと思います。もうちょっと補足で言いますよ。このエネルギー物質を作らないと生きていけない、あ、間違えた、ごめんなさい。私たちの脳は絶えずブドウ糖の元、すなわち糖質を摂取するように指令を出しています。やっぱりお腹空くじゃないですか。で、甘いもの食べたくなったりご飯食べたくなったりするじゃないですか。それは人間が生きていくための仕組みなんです。なのでそれに対しては問題ないです。ただそうじゃないとダメだなって、依存してる状態になっちゃうと危ないな、だから高血糖になりやすくなっちゃうんだけど、それはちゃんとセーブしましょうね、そういう話ですね。しかし現代は違います。私たちの目の前にはいつもご飯もパンもお菓子も甘い飲み物もたくさんあって、最終の苦労なく手軽に食べられます。昔
昔は栄養を取るためにもう頑張ってたんですよ。でも今は栄養を取るために例えば木に登ったりしない、獲物を捕まえに行ったりしない、それはそうですよ。だけどそこら辺のコンビニでも買うことができる、スーパーでも買うことができる、きちんとご飯を食べることができる、特に日本はそうですね。しかもそれがどこでも買えるからこそみんながもっといいものもっといいものって言って、こういう風に美味しいもの美味しいものってやっていった結果どうなってしまったかっていうと、食べ物が豊かに出回るようになっただけではありません。食品業界の思惑も絡み人為的に過剰になっているのです。そういうとこもありますよね。私たちに糖質を過剰に取らせようとする第二の犯人、経済社会についてお話しします。現代の経済社会には糖質中毒に陥りやすい食品が溢れています。それはなぜなのでしょうか。皆さんが食品メーカーで働いていたらどんな新商品を開発したいでしょうか。もちろん売れるものですよね。しかも一時のブームで終わるのではなく、繰り返し買ってもらえる商品を世に出したいと思うでしょう。消費者からは美味しいです、いつも買っていますと喜んでもらえて、自分の会社が儲かるのですから最高です。経済っていう観点を入れた瞬間にですよ、健康が徐々に損なわれていくのかもしれません。そういう商品を作ろうと思うとどうしても糖質過多の方に向かいます。それはメーカーの商品開発者が悪いのではありません。消費者の無意識のうちの糖質ニーズがあるから糖質過多の商品が出来上がるのです。そうか、俺らが欲しがるから作らざるを得ないですよね。例えば寒い時期に暖かい服が欲しいという消費者のニーズには中毒性はありません。より暖かくておしゃれな服を作れば消費者に喜ばれるでしょう。ただそれだけのことです。あ、甘いもの食べたい、ああるなるほど。だから我々が欲しがっちゃいけないってとこもあんのかもしれないですね。皆さんちょっとこういうのあれ医者が言うと結構燃えたりとか、あ、これ医者が偉そうに言って、どこどこの会社が潰れたらどうするんだとか、すごいコメントたくさんいただきたいとかするんですけど、どんどん書いてくださいね。医者はですね、健康のことについての専門家なので健康についてしか話せません。だから側面もすごい限られちゃいます、すいません。でも僕もちょっとねこういう風に読んで、あ、なるほどって勉強させてもらいたいと思うのでね、皆さんコメント欄もねちょっと厳しい言葉でも大丈夫です。どんどん書いてみんなで勉強していきましょう。私は食品メーカーを断罪したいわけではありません。彼らは消費者のニーズに合ったものを売って経済活動を行っているだけなのですから。ちなみに僕の家実は肉屋なんですよ。だから肉美味しいものがどんどん売れるって、もう本当にそれが一番嬉しくて、しかも食品加工会社なのでハムとかソーセージとか売ったりとかしてるんですけど、やっぱりね美味しいですもん。でしかも保存ができる、肉じゃないと、食中毒を引き起こしちゃったりとかするので、当然手も加えるわけですよ。でもその手の加え方でやっぱり発がん性物質ができちゃったりとか、あんまり良くないことも確かにあったりします。なのでほどほどにだったりとか、心の栄養だったりとか、ちょっとうまいことねバランス取りながら、何が正しい何が間違ってるとかじゃないと思うんですよね、っていうところで、皆さんにはですね糖質も、食べるものも選んでもらいたいなというふうに思います。ちょっと話が長くなってきちゃったんで一気にまとめたいと思います。じゃあ何食べればいいのって話ですね。和食は健康食に違いないが炭水化物は例外。ご飯、そば、うどんなどの炭水化物は糖質の塊で、玄米、雑穀米なども最終的に大量のブドウ糖になるのは同じと、いうことで、なのでね皆さんはね和食を中心にだけどご飯とか炭水化物は取りすぎないように気をつけた方がいいですよと、そういう話ですね。ちなみに僕もですねめちゃくちゃラーメン食べますし、めちゃくちゃご飯も食べます。先生もですねご飯もラーメンも食べます本に書いてありました。なのでダメではないんですよ。ダメではないけど取りすぎちゃうと高血糖の状態になっちゃって、さっきみたいにいろんな体のところの病気、引き起こしちゃったりしますよと、そういう話ですね。自覚なき中毒を利用した経済活動に踊らされるなと、そういう風に書いてあります。さて、もう、あ、やべ、第2章、こっから第2章ですみたいなのなかったですね。第1章、第2章、一気に話しちゃったんですけど、高血糖だったりとか、糖質だったりとか、ここのところ学んで、すごい理解しやすくなったんじゃないかなっていう風に思います。せっかく、こういう風に使わせていただいてるんで、もしね、興味がある方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひね、お買い求めいただければと思います。僕もですね、1年間で本3冊出しました。びっくりしました、自分でも。このドクター橋流、すぐ元気マックスになれる61の科学的法則って、これですね、すごく売れてます。ありがとうございます。これ、すごく売れててですね、僕のそこの押し入れの中にですね大量に在庫がございます。ぜひお買い求めいただけると助かります。あとですね、不調の味方ですね、なんか調子悪いよという方にはですねぜひこれ一家に一台持っててもらえたらなと思います。でこれがですね重版めちゃくちゃ繰り返してですね、これすごいですね。僕が一字一句全部超丁寧に書いた本です。皆さん何かしら薬飲まれたことあると思うんですよ。本当にこれワクチンそもそも何よって、薬ってそもそも何よって話になると思うんですよ。っていうのに絶対なるなと思って、薬に対しての考え方ですね、これうちのばあさんがですねこれ、読んで、これはいい本だっつってばあさんが3冊ぐらい買ってですね親戚に配ってくれたりとかしてですねちょっと嬉しかったんですけど、この本はですねめちゃくちゃ丁寧に書いてあります。一応読みやすく箸節を入れて、書いてあるのでぜひですねこれは一家に1台お買い求めいただければと思います。ドクター箸本とかで検索していただいてですね Amazon でも楽天でも買えるのでリンク貼っておきますのでね、それもねお買い求めください。さて話長くなりました。第3章いきましょうか。第3章、最強の血糖値の下げ方。
原因誰だよって話したじゃないですか。これ超簡単です。もう食べ物考えろって話です。で、さっき言ったじゃないですか。それで OK です。で、スクショタイムが欲しいという方がいらっしゃったので、スクショタイム設けておきます。これですね、ご飯を食べる、糖質、さっきそば、うどんのこともありましたね。それを噛み砕いてバラバラにして、食道でひねりつぶして、胃でぐじゅぐじゅにして、胃酸と混ぜて、さらにバラバラにして、そして腸で吸収されて、血管、血液の中に入りますってお話をしました。高血糖という言葉の説明もしましたね。高い血液の中の糖分、難しい言葉があったらバラバラにしましょう。で、血管の中に血液が流れてて、そこに糖分がこうやって入ってきますよと、それでキュッキュッキュッとこう流されると、それで体中に行きますよと、そういう仕組みですね。で、高血糖の状態が続くとどうなるか、この糖分がジャリジャリ攻撃したりとか、この糖分がペタ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 くっついたりとか、物理的にも化学的にもその細胞、血管内細胞という細胞を、壊してしまって、それが何になるかっていうと炎症を起こして、そして動脈硬化ですね、硬くなりますよと。硬くなると血液が流れにくくなると、血液流れにくくなると体中の細胞たちに血液が流れにくくなって、再生しにくくなったり病気になりやすくなったりしてしまうよと。それが第1章、全ての病気と老化は高血糖からというお話でありました。現代社会は糖分がすごく多いよね、糖分が多いなんで、それは経済っていうものがあるからだよということで、糖質を取らされすぎですよ我々はという話を、しました。でも誰が悪いわけじゃない、我々が欲しがるから売られている。だから人間にとっては、まあ、経済と健康っていうのは難しいもんなんだねっていう、そういう話でしたね。こういうふうに人間の体について勉強する、これは病態生理っていうものを学んでいるということですね。今日のこれまでの話だけでも、解剖学、生理学、組織学、病理学ですね、本当にいろんな話しました。で、病態生理っていう臨床の話ですね、病態生理学も勉強させていただきました。で、第3章、最強の血糖値の下げ方ですね、ちょっと読ませていただきます。高血糖病を脱するには、生活習慣をまず21日間変えてみる。もう高血糖が悪いんだから、高血糖の状態を改善するためには、血液中にはいつでも糖分が流れてしまっているので、それはいつでもご飯を食べているからなわけで、だからそれを改善するためには生活習慣を変える必要がありますよと、そういう話ですね。生活習慣の変化は糖尿病予防にとても効果があり、その効果は糖尿病の薬を用いるよりも高いことが分かっていたのですと。そうなんですよね。やっぱりお薬っていうのはお薬なので、人間の体の自然治癒だったりを助けたりとか、そういう役割が強かったりするんですね。糖尿病が予防されたというのは血糖値をコントロールできたというのと同期です。皆さんが高血糖状態から脱出するためにやるべきことは生活習慣の見直しですと。いや、そうなんですよね。でも生活習慣って言っても難しいじゃないですか。だから普段からこうやって正しい知識で正しく恐れるとか、普段食べるものをね、選択する時の知識をつけるとか、そういうのが大事だったりするわけですよ。何度も言って申し訳ないんですけど、ぜひね、チャンネル登録っていうボタンがあると思います。そのチャンネル登録ってボタンを押すだけで、僕の動画流れてきやすくなって、パッと目に入るだけでも結構気をつけなきゃなって思う回数が増えると思うんですよ。ぜひね、チャンネル登録と、いい動画だなと思ったら高評価のボタンね、よろしくお願いします。そしてこの本すごいんですよ。脂肪を含んだ肉や魚食べちゃダメかなって思うじゃないですか。全然食べていいですよと。減らすのは糖質だけで十分ですと。そうなんですよね。先生の場合は糖質中毒っていう言葉をよく使ってるんですけど、糖質にも慣れすぎちゃってる時に、もう糖質できるだけ少し我慢しようとかじゃなくて、もう糖質にフォーカスして糖質だけできる限りカットする、そういうイメージを持った方がいいよというふうに書いてあります。しかも全く控えるとかじゃなくて、うまく適度にバランスを持ってちゃんと食べた方がいいよということですね。カロリーを控える必要はありません。ただ糖質を減らしてください。これは血糖値を下げるための絶対条件です。そして具体的に数字を上げると、1日の糖質摂取量を 60g に落とせば確実に痩せていきます。ここでいう糖質 60g というのはあくまで成分としての分量です。ご飯が 60g というわけではありません。あくまでも目安です。厳密にやらなくて結構ですということでですね、この本に細かい表が書いてあったりとかするんですけど、こういう表を覚えてやんなきゃいけないとか、そういう風にすると我慢しなきゃいけないみたいな感じになるんですよ。で、そうじゃないんですね。我慢しなきゃいけないとかではないんですね。正しい知識で正しく選べるようになりましょうねって、そういう本であり僕の思いでもあります。糖質を多く含む食品は4つの危険レベルに分けられる。この本すごい分かりやすいです。もうとにかく危険な食べ物なんだよっていうのが分かれば、それ避ければいいからっていう話ですね。危険なものさえ分かっていて、それさえ避ければ、あとはバランスよく、確かにって感じですよね。危険レベルマックス、液体の糖質です。皆さん、缶コーヒーやジュースのことです。絶対に取らないようにしましょうというふうに書いてあります。そうなんですよね。やっぱり絵で考えると分かりやすいですよね。こうやってスーッと飲んで、スーッと入って、スーッて吸収されたら、そりゃ血糖値一気に上がるよねって、こういうふうに頭の中で、これ体の中でどういうふうに起きるのかなって分かるようになるとですね、マジでレベルボーン上がるんでね、この動画ちょっと我慢して何度も見てくれても嬉しいです。危険レベル3、砂糖を使った甘い食べ物。砂糖は二糖類といって2個のブドウ糖がつながっている糖類です。2個しかないのでブドウ糖への分解が容易です。小腸から血管に素早く吸収されて血糖値を急上昇させます。甘い食べ物があるのは菓子売り場だけに限りません。例えばパン屋さんにも砂糖を使った甘いパンはたくさん並んでいますということで、砂糖を使った甘い食べ物ですね。うわこれ砂糖でコーティングされてる、うわこれ砂糖を炙っただけじゃん、あこれ砂糖の塊だな、思うものに関してはすごく血糖値が上がりやすいので気をつけてくださいと、イメージ沸かしてもらいます。
らえればと思います。危険な食べ物飲み物が今分かったと思います。動画とかで危険な食べ物ベスト5とかってやってるじゃないですか。こういう考え方、基本的な考え方が分かるから、それを応用してこういう風に作ったりとかしてるっていう話ですね。飲み物由来の糖質は血糖値をすごい勢いで上下させると。清涼飲料水、コーヒー飲料、エナジードリンク、野菜ジュース、ヨーグルトドリンク、スポーツドリンク、経口補水液まで書かれています。あー、これちょっと怖いなっていう風に思った方は、バランス良くなんだなって、心の栄養も大切なんでね、心の栄養と体の栄養両方バランス良くですね、気をつけていきましょう。飲み方のコツさえ抑えればアルコールは我慢不要とかですね、何はいいよ何はダメだよっていうのが分かるとですね、人間生きるの楽しくなりますんでね。植物性食品を摂るならいろんな種類の食材をチョイス、いろんなの食べてくださいねと。ただジャガイモ、さつまいも、かぼちゃとかは糖質が多いのである程度避ける必要はありますが、多くの植物性食品は糖質が少なく、かつファイトケミカルという体にいい成分をたくさん含んでいますと、いうことです。興味あったらね、この本ですね、概要欄に貼っておきますので読んでいただければと思います。さて、話がどんどん長くなっちゃうので、第4章第5章、一気に話したいと思うんですが、ここまで来たらあとはなんかイメージ湧くと思うんですよ。なので、すっごいカットしてもう一気にいっちゃいます。第4章、誤解だらけの糖尿病の真実と最新事情。日本人の6人に1人が糖尿病かその予備軍。そうですね、やっぱり経済っていうものが発展すればするほど甘いものがありふれるという話ですね。糖尿病や高血糖そのものが命を奪うわけじゃない。高血糖が動脈硬化を引き起こして、それで体中の病気を引き起こしてしまうよと、いろんな病気になりますよという話ですね。ちなみにさっき血管の太いところと細いところ、どっちの方がダメージ受けやすいかって覚えてますか？細いところの血管がやっぱりダメージ受けやすいんですね。なので細い血管が集まっている臓器がやられやすいとも言い換えられます。例えば糖尿病の合併症は目、網膜症っていう目の奥の方の網膜っていうところですね、ここは細い血管たくさん集まってるんで、それがやられてしまうと、もしかすると失明につながってしまいますよという話ですね。例えば指先ですね、手とか足とかの先のところ、ここのところもやっぱり血管が潰れてしまう、動脈硬化が潰れてしまうと、そこの部分が再生しづらくなって、ばい菌が入りやすくなってきてしまう。そうなると糖尿病性エソっていって、足を切らなきゃいけなかったりとか、そういうこともありますよという話ですね。腎臓もそうです。腎臓もすごく血管が細いです。血管がすごく細いのでダメージを受けやすいです。腎臓すごい人間の体にとっておしっこを作るすっごい大事な組織なので、もしその臓器がですねやられてしまうと、人工透析という治療をする必要が出てきます。食生活を本気で変えれば糖尿病も高血糖病も防げると。ちなみに僕がですね今一緒に仕事をしている会社さん、ちょっと大きい会社さんがあるんですけど、その会社さんはですね、まあこれ言っちゃいけないんだろうな、ライフスキャンジャパンさんという会社さんなんですけど、血糖測定器の会社さんです。血糖測定器をですね、一般の家庭、ご家庭に置くことがもしできれば、普段から血糖値っていうものがどういうものなのかっていうのが分かるようになると。うちら医療機関とかはですね、普段から血糖値測ったりとかするので、すごくイメージが湧きやすいんですね。最後にご飯いつ食べましたって、あ、だからこの血糖値なんですねとか、バババってイメージが湧くんですよ。ただ医療が発達した時って、例えば血圧計も皆さん持っている方いると思うんですけど、市場に出回るようになってから皆さん血圧のイメージが湧くようになったと思うんですよ。同じように血糖に関しても、市場にもしね、そういう測定器だったりとかが出回るようになればですね、普段から見ようとか考えてみようとかっていう風になるわけなんですね。わけにあんですね、だって。なのでデバイスの発達っていうのが医療だったり健康意識の発達につながることもあるので、そういう側面もね、覚えておいてもらえれば嬉しいなと思います。そして第5章、死を招く病気から身を守れ。やっぱり恐ろしいのは糖尿病とか高血糖の状態だけじゃないぞと。こういう風に体中がなってしまってやばい病気っていうのがあるんですよ。これ何かっていうと、心臓の周りを栄養している血管がもしこういう風になってしまったらどうなるか。はい、そうなんですね。心筋梗塞っていうのになりますね。じゃあもし脳の血管がこういう風になってしまったら、はい、そうですね、これ脳出血とか脳梗塞とか、こういうの全部合わせて脳卒中って言うんですけど、脳の、血管の障害が起きてしまうと、いうことですね。なのでそういう大きな病気になる前にっていうのがこの動画の目的です。人間はどうしてもですね、嫌なことから目を背けたい、それが人間です。食べたいもの食べちゃダメだよって言われる動画大体クリックされません。普段から運動しなさい、うるせえって。でもやっぱり人間って嫌なことに目を向け続けることができるかどうかも大事だったりするわけですね。ということで、死を招く病気から身を守れ、ちょっと読んでみましょうか。脳の血管は自覚症状のないうちに病変を見つけるのが正解。脳の MRI 検査をご紹介します。がんの早期発見のために先ほどお勧めした、腹部と胸部の CT スキャン、胃と腸の内視鏡検査と合わせ、これら3つが高血糖が気になる全ての方に年1回受けていただきたい3大検査ですと。普段からね、検査をして自分の体がどうなってるか、それをですね把握するのはすごく大事です。他も健康診断をお勧めします。もし余裕がある方は人間ドックもお勧めします。アルツハイマー型認知症も未然の検査で発症を防げる。年1回の尿アルブミン値検査で腎臓の状態を把握しておくと。血糖値が気になる方はですね、いろんなことが気になると思うんですけれども、腎臓の尿検査のタンパク尿をですね調べると分かりやすい指標になっています。ぜひね、見てみていただければと思います。太ったなと気づいた時こそ体重計から逃げるべからずとね。体重計、血圧計、やっぱりですねすごく大事です。血糖測定器ももし興味ある方はね、調べていただけると面白いですね。動画時間もね、長くなってきちゃったんでね、ちょっと駆け足になっちゃいましたけど、かなりいろんな話してきました。今回ですね、僕がやっぱりすごく伝えたかった大切な話をしたいと思います。大切な話、まとめ。
やっぱりね、こういうふうに今いろんなことを学んでいただいたと思うんですよ。ここまで見てくれてる方はですね、おそらくぎっしり詰め込まれて早口で、ああ何度も聞かなきゃダメかな、めんどくせえなって思ったと思うんですよ。なんかちょっとめんどくせえなって思った方にめちゃくちゃおすすめなのがヘルスケアアカデミーです。僕今ヘルスケアアカデミーっていうサークルを運営してるんですけど、もしこれですねヘルスケアアカデミーに入るとですね、定期的に健康に関する話題が手に入ります。冬だったら冷え性だったりとか、夏だったら熱中症だったりとか、いろんなところでいろんな、しかもデマとかも流れるじゃないですか。現役の医師がまとめたものですね。僕以外にもたくさんのドクターたちが、参画してるんですけど、すっごく凝縮した知識情報をですね皆さんにお届けします。それだけじゃありません。毎週ですねセミナーがあります。申し込むとそのリンクが届きます。それをクリックするだけでですね、毎週現役医師によるセミナーが受けられます。それだけじゃありません。毎月ですね定期的にイベントもあります。イベントはね、参加したい人が参加するっていう形でいいと思うんですけど、オンラインオフラインのイベント両方あります。しかもサービスさらに拡大中なのでめちゃくちゃおすすめです。もう騙されたと思って入ってほしいです。どっかに属してきちんと勉強するっていうのがやっぱり大事です。ここまでもう見てくれてる方は健康意識すごい高い方だと思うので、もう騙されたと思ってですね、もう騙されてください。もう絶対ヘルスケアアカデミーマジで命かけておすすめしてます。ぜひお願いします。どうやったら入れるのって、どういうサービスなの具体的にはっていうのはですね、今皆さん動画見ていただいていると思うんですけど、この動画の下のところにここにコメントっていうところありますよね。このコメントってところをこうやってクリックするとですね、一番上にハッシーのコメントがこうやってあると思うんですよ。ここのところをクリックするとですね、ヘルスケアアカデミーの入り方のリンクが貼ってあります。それクリックするとヘルスケアアカデミーのホームページに飛ぶことができます。こういう感じですね。ちょっと可愛らしいホームページなんですけど、ヘルスケアアカデミーっていうね、ホームページですね。ヘルスケアアカデミーについて詳しく書いてあるので、興味あるのは面白そうだなと思ったらですね、この申し込みってところを押していただいて、ここから決済お願いしますというふうに出てきます。ぜひヘルスケアアカデミー入ってですね、普段から健康知識、健康の意識を高めていただけたらなと思います。なんだ最後、あとねコメント欄にですね、めちゃくちゃ皆さんにね、いろんな話書いていただきたいと思います。皆さんがどんな方なのかっていうのもね、プロフィールとかもし自己紹介とかあればね、書いていただけたらすごい嬉しいです。あと悩んでることとか、こういうのも動画にしてほしいなとか、この本を解説してほしいなみたいなのもあればですね、ぜひぜひコメント欄に書いてください。やっぱりチャンネル登録と高評価は絶対にお願いします。あと本で勉強するのが好きな人はね、この本に関しても、お手に取ってもらえたらなと思います。今日はいろんな話したんですけど、いかがでしたでしょうか。これからもね、動画ちょっと定期的に配信していきたいと思いますので、今後とも応援していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。以上、ドクターハッシーでした。ありがとうございます。ちょっとおまけです。皆さんどうでしょうか。似てませんか。ドクター、廃業してる偉い人ね。偉い人ですよ皆さん。何だと思ったんですか。偉い人ですからね。